お待たせしました。お茶が入りましたよ。今日は特別なおやつがあるんです。どうぞ召し上がってください。ええ、和菓子の中でも生菓子は味だけではなく目も楽しませてくれます。職人の技と心を感じますよね。ほのかの家に遊びに行くと、おやつでおまんじゅうやお団子をいただくことがあったんです。だからでしょうか、気がつくと、ほむらのおまんじゅうが大好物になっていました。ん？何ですか？ニヤニヤして。何を言っているのですか？知りません。あなたはずるいです。他意もなくしれっとそんなことを言うんですから。ダメです。今度はあなたのことを教えてください。はい、私もあなたのことが知りたいんです。そうすれば、あなたのことをもっともっと大好きになれるはずですから。皆さん、お元気ですか？ライブを始める前に、私と一緒に声を出してみましょう。今、胸の中にある気持ちを大きな声で叫ぶんです。私も苦手だったのですが、みんなでやれば恥ずかしくないはずです。一緒に勇気を振り絞りましょう。いきますよ、せーの。あなたのことが大好きです。